ニミッツ急行空母艦はアメリカ海軍の原子力空母の艦級。世界で初めて量産された原子力空母であり、世界最大級、史上最大級の軍艦としても知られる。ネームシップの建造は1967年度計画によって着手され、2001年度計画によるジョージ H ・ H.W. ブッシュに至るまで、計10隻が建造された。このように長期間にわたって、 多数が建造されたことから、順次に広報や設計の改定が図られており、アメリカ海軍協会では4から10番艦を、また世界の艦船史では9.10番艦を、それぞれ独立した艦級として扱っている。第二次世界大戦後の各戦争時代の到来を受け、空軍戦略航空軍団への対抗もあり、アメリカ海軍は大型の艦上爆撃機を運用できる。 超大型空母の保有を施行した。1949年度計画の空母、ユナイテッドステーツは挫折したものの、朝鮮戦争で空母航空団の存在意義が再確認されたこともあり、1952年度計画より、ホレスタル級の建造が認可され、同計4隻が建造された。そのネームシップは、予算1.9億 US ドルであったが、その後、値上がりして、 改良型であるキティホーク級のネームシップでは2.6億 US ドルとなった。一方、1950年の時点で当時のアメリカ海軍作戦部長であったフォレスト・シャーマン大将によって空母を含めた水上艦の原子力推進化の可能性検討が指示されていた。しかし、この時点では非常に高コストであったことから原子力委員会が賛成せず、 1958年度計画で、やっと、キティホーク級をベースとした初の原子力空母として、エンタープライズの建造が認可された。ただし、艦型拡大もあり、建造費は7割増の4.5億ドルとなった。これもあり、アイゼンハワー政権下では、1959年度、1960年度、ともに空母建造予算が認められず、 1961年度、1963年度に、核一石の建造が認可されたものの、原子力推進の実績が、まだ乏しかったこともあり、これらは在来型のキティホーク級とされた。その後、原子力推進技術の成熟を、受け原子力委員会は1963年度計画の、キティホーク級最終巻の原子力推進化を、勧告したものの、同年10月に、 完成の遅延を理由として、ロバート・マクナマラ国防長官は変更の中止を決定した。1964年6月になって、エンタープライズの原子炉発揮式よりも安価な2機式が実現可能となり、1965年度予算説明において、マクナマラ長官は高性能の原子炉の研究成果を受けて、原子力艦隊の創設を発表した。 原子力空母4隻体制が認可されたことから、ミッドウェイ級3隻を代替して、新型原子力空母3隻の建造が計画された。これにより建造されたのが本級である。ネームシップの建造は1967年度計画で、着手され、残り2隻は1969.1970年度計画とされたが、マクナマラ長官の解任と政権交代に伴って、 それぞれ1970年度、1974年度に、遅延した。またニューポートニューズ像船所のストライキもあり、建造には隻席ともに7年を要することとなった。その後、一度は4番艦の建造が認可されたものの、正界艦から発展した小型空母計画の台頭に、伴い、ジェラルド・アル・フォード大統領は1977年度予算から、その要求を削除した。 ジミー・カーター大統領も CVV 計画を支持し、議会の会員は1979年度予算に4番艦の建造費を追加したが、大統領はその執行を拒否した。翌1980年度予算では CVV の建造が盛り込まれる計画であったが、当初の小型空母から満載6万7000トンの 中型空母に肥大化して低コスト性が失われており、イランアメリカ大使館、人質事件の影響もあり、上院、下院が原子力空母の建造を勧告したことから、CVV に変えて本級4番艦が建造されることとなった。その後、レーガン政権下で打ち出された600隻艦隊構想を受け、1983年度予算で5番艦、6番艦、 大シ主政喧嘩でも7番艦、8番艦と追加され、最終的に10番艦までが建造されることとなった。ニミッツの飛行艦艦ニミッツ級の設計は、おおむねスーパーキャリアーの講師である、ホレスタル級のものを踏襲、拡大したものとなっている。40年以上で、順次に改正されつつ建造され、収益後の度々改装され、各艦ごとに、かなりの差異がある。 特に9.10番艦は、次級へのつなぎとして様々な新機軸を採用しており、改め、二密級と称されることもある。本級の運用寿命は45から50年と想定されている。強度甲板は飛行甲板とされており、重装甲が施されている。その下には、一層のギャラリーデッキを挟んで、ハンガーが設置されている。外見から受ける印象と異なり、 上艦板にあたる主艦板はハンガーイーカメントされており飛行艦板はレベル03の天井である04艦板に相当することから艦の規模に比して艦元は小さい主艦板の下には第2から4艦板が設けられその下方はレベル5から8までの機関区画となっている水線下に4層程度の空間走行構造も含む防御構造が設けられ 艦艇は二重艇である。推進効率向上のためバルバスバウを採用しているが、9番艦からさらに大型化されており、以前の艦へバックフィットも検討されている。推薦長比は7.8で、エンタープライズとほぼ同値で、キティホークの7.6よりも若干細長い。船形は抵抗上不利な、超えたものが採用され、速力はやや犠牲とされた。 エンタープライズと比べると、特に2、ニミッツ急所期立造艦は、排水量が若干減少した一方で、航空燃料は257万ガロンから300万ガロン、航空弾薬は2500トンから2970トンへと、それぞれ搭載量が増加したことから、居住性の低下が指摘されている。燃料タンクは、従来道理空所と重層化して原則に配置されて、空間走行を兼ねるが、 弾薬庫の配置は、従来の3箇所から2箇所に削減し、缶の全長に占める割合を減らすことで脆弱性を低減している。高炭性工場のため、4番缶以降では、弾薬庫の原則に一部とはいえ2.5インチ圧のケブラー板が張られ、また弾薬庫と機械室の天井が二重構造とされており、これにより満載排水量にして5000トンほど大きくなり、 エンタープライズより大きくなった。5.6番艦ではさらに飛行甲板の走行を増強するとともに上部構造物にも走行を施したことにより満載排水量10万トンの大台を超えた。7番艦以降ではさらに構造部材にハスラマイナス100校長力校が採用された。環境構造はキティホーク級準拠のアイランドとされており、 スキャンファールフェイズドアレイレーダーを地面に張り巡らせた全球と大きく印象が異なる。ブリッジは3層で構成され、下段を司令部、中段を公開環境とし、上段は発着管制に当てられた。アイランド長部並びに直後には各種電子装備を据え付けるためのマストが設けられている。この構成は近年の階層の木に改められ、ラティス構造の閉囲行を経て、 ステルス性を向上させた新型のマストアイランドと一体化させたものに蓄次更新しており、10番艦では、新造時からこの構造が採用された。原子力船であるニミッツ級は、主機関としてはもちろん原子力推進を採用しており、原子炉には加圧水型の A4W2 機を搭載する。A4W は、アメリカ海軍が空母用に開発した4番目の原子炉であり、A は、 空母用であることを W はメーカーのウェスティングハウスエレクトリックを意味する記号である。エンタープライズではやはり加圧性型の A2W を搭載していたが原子炉出力が低かったために発揮という多数を搭載せざるを得なかったことから2期に削減できたニミッツ級では船体スペースの活用等で大きな恩恵があったとされている。 A4W は熱出力550メガワットで蒸気タービンを駆動して得られる。軸出力は交渉13万馬力、電力にして2万6000キロワットとされており、日本の商用原子炉の電気出力と比べると数分の1から十数分の1に相当する。アメリカ国務省の公式な資料においても海軍の原子炉の出力は最大級のものでも、 アメリカの大規模な商業路のものの5分の1に満たないとされている。軍艦の原子炉は通常は巡航出力を発揮するため15%程度の出力で運転されているが、戦闘時には1分以内に100%の全力運転に移行できる。また、停泊中は停止されている。なお、原子炉は指揮官のほかカタパルトへの高圧蒸気供給も担っている。 二密級は、炉心寿命の関係で、収益期間中に、原子炉燃料棒の交換が必要であり、船体切断を伴う2.3年がかりの大工事である燃料交換、大規模整備が逐次実施されている。核燃料交換のサイクルは、全期間では13年、後期間では25年とされている。2005年に3番間、カール・ビンソンが2009年に4番間、 セオドアルーズベルトが工事に入っている。これらのアーコは建造を担当したニューポートニューズ造船所でしか行うことができないとされている。CVSG 内外に展開された情報システムの構造。ニミッツ級は空母打撃軍の機関となることから充実した司令部設備を備えている。作戦実レベルの指揮。 統制中枢となるのが任務部隊などの司令官の指揮所となる軍司令部指揮所である。当初、司令部爆僚の作業はほとんどが手作業であったが、1980年代、初頭、ジェリーオータトル提督が司令部用部隊管理費から捻出した予算で、アン・ユスック -112 統合作戦戦術システムを組み上げて、以後、自動化が急速に進展した。 2013年現在、本級をはじめとする空母の TFCC では、地上の艦隊司令部指揮所や国家軍事指揮センターと情報を共有するための半地球指揮統制システム、艦隊の各艦と情報を共有するための GCCSM、そして艦の戦術情報を共有するための海軍戦術情報システムという3つの主要な指揮統制システムが集中している。 また、その指揮統制を支援するため、空母インテリジェンスセンターも設置される。これは、艦隊自身が収集した情報や、上級司令部あるいは、統合同軸法送信サービスを通じてもたらされた情報を総合、分析する部署である。アメリカ海軍では、TFCC からもたらされる、作戦情報とインテリジェンス情報を総合することにより、 初めて作戦指揮官の健全な意思決定が可能になると規定している。これに対し、戦術レベルの指揮、統制中枢となるのが、空母艦長の指揮所である空母戦闘指揮所であり、ここには GCCSM と NTDS が設置され、空母,母艦の行動を指揮、統制する。NTDS の後継として、先進戦闘指揮システムの開発が試みられたものの、 これは成功しなかった。その後、より包括的な統合戦闘システムとして、官邸自衛システムが開発され、もっと位置が本級の一部にも装備化されている。空母自身のセンサーとしては、三次元レーダーとして、アン、s p s 四十八 e これを保管する長距離対空捜索レーダーとして、アン、s p s 四百九十五、対水上捜索レーダーとして、アン、 sps-67 が搭載される。初着艦設備、ハリー・エストルーマンの飛行乾板船体の購入へ、記した通り、二密級では04乾板が全通した飛行乾板とされており、全長332.9メートル、最大幅76.8メートル、面積にして4.5エーカーを確保した。飛行乾板上には、 アングルドデッキが設定されており、長さは243メートル、全体中心線に対する角度は9度3部で、乾板長が長いことから、キティホークの11度と比して小さい角度で済んでいる。また7番艦以降では0.1度増した。飛行乾板上の配置は、キティホーク以降のそれが踏襲されている。カタパルトは、飛行乾板前方に2基 アングルドデッキ上にさらに2機設置されている。機種としては、キティホーク級が搭載したマーク13の改良型であるマーク13から1が採用されており、4番艦以降ではさらに改良強化されたマーク13から2に改められた。カタパルト長は94メートル、フル装備の回 A-18 を2秒で265キロメートル毎時に加速させることができる。 また5番艦までは航空要員が飛行甲板に体を露出させてカタパルトを操作していたのに対し6番艦以降では NBC 防護の観点から第1.2及び第3.4カタパルトの間にそれぞれ統合カタパルト管制室が設置されている。なお1番艦は全球までと同じく3機のブライドルレトリーバーを搭載して竣工したが その後これを不要とする機体が主流となっていったため、2番艦は艦首右側1機のみとした。4番艦以降は全廃している。一方、アレスティングギアとしてはマーク7から3が採用されており、105ノットで侵入してくる重量22.7トンの機体を安全に停止できる。装備容量としてはアングルドデッキ後部に8番艦までは4本の アレスティングワイヤーが貼られていたが着艦精度の向上を受けて9番艦以降では3本となった。また3本目と4本目のワイヤーの間にはアレスティングフックが故障した機体等を強制的に停止させるためネット上のクラッシュバリアーが設置されている。多数機を同時運用することからニミッツ級は充実した航空艦性能力を備えている。遠距離から 航空機を誘導するための電波広報装置としては、アアン・ス二2 5戦術広報装置が用いられる。これに基づいて艦に接近した航空機は、アン・ s p n 4 3 b 航空管制用、装飾レーダーにより捕捉される。これは、晴天時には50回り、雨天時でも35回りの探知距離を備えており、対空装飾レーダーの補完としても用いられる。 さらに接近してからは、アン、SPN-42、あるいはループ以化されたアン、SPN-46 生息侵入レーダーが用いられる。条件次第では、自動着艦も可能であり、本級では2機が備えられていることから、同時に2機の初着艦が可能である。格納、補給、ジョージ・ワシントンのハンガー飛行艦板の下に一層のギャラリーデッキを置いて、 ハンガーが設けられている。全長208.5メートル、最大幅32.9メートルで、高さは3層分、8.1メートルである。船体長の60%を占めるものの、搭載機すべてを収容する要石はなく、主として整備スペースとして用いられる。ダメージコントロールの必要上、ハンガーは2枚の防火、耐爆シャッターによって3分割することができる。 また、完備側には、露天で環状機エンジンの試運転場も設けられている。飛行甲板とハンガーを連絡するエレベーターとしては、右玄アイランド前方2機、後方1機、左玄後方1機の、軽4機装備する。これらはいずれもデッキサイド式で、寸法は25.9メートル15.9メートル、力量58.5トンで、全級までと同じく外減速に向けて、 前側半分ほどより広げた変形五角形となっており、主翼を折りたたんだままの艦上戦闘機2機を同時に乗せて昇降することができる。このほか、兵走用のエレベーターが9機設けられている。また、燃料、弾薬の搭載量も大幅に増強されており、最後の通常動力が高い母である、ジョンカイ・ケネディと比較すると、同艦では航空燃料5919トン、 航空機用武器弾薬1800トンを搭載していたのに対し、本級ではそれぞれ4割増の8205トン、3割増しの2470トンとなっている。これにより、形成能力は飛躍的に強化され、ジョン・カイ・ケネディでは連続9日ないし11日が限界であったのに対し、ニミッツ級では無補給で最大16日の作戦行動が可能となっている。 二密級の固有兵装は、股間防御用に限られる。ジョージ・ワシントンに搭載された、ファランクス CIWS とシースパロー発射機、防空システムとしては、当初は、ターターシステムが検討されたものの、間もなく50口径3インチ連装療養砲とマーク56放射撃式装置の組み合わせにとって変わられた。しかし、排水量制限の問題等に直面し、 最終的にシースパロー股間防空ミサイルシステムが採用された。1から2番艦では初期型の BPDMS が採用され、発射機としては8連装のマーク25計3機を右弦全部と完備両弦のスポンソンにそれぞれ配置した。3番艦以降では改良型のマーク57モッ d 3アイビプドムズとされて、発射機は マーク29発射機に改められており、80年代以降の改装で、先の2隻も同じく更新している。また、近接防空用として、3から8番艦は、新造時より1から2.9から10番艦も改装によって2機から4機の 20mm ファランクス CIWS を装備した。配置箇所は、右弦全部のシースパーロー単サム発射機近傍左弦全部、 スポンソン、後部量源、あるいは艦備ジェットエンジン整備、試験スペース等である。一部の艦では、改装時に、ファランクス CIWS や、シースパロー発射機の一部を置き換え、ラムキン接防空ミサイルの21連装発射機が、蓄次搭載されている。対戦兵器は持たないが、一部艦では、ウェイキホーミング魚雷対策として、マーク323連装単魚雷発射艦を後部に、 装備している。また、対魚雷のソフトキル用としては、アン、s l q 3 6ニクシーエ公式デコインが搭載される。このほか米韓コール襲撃事件のようなテロ対策として、キャットウォークに m 2 2 7ト、mm、ル重機関銃を配置することがある。ニミッツ級空母の建造並びに大規模改修は、アメリカでも唯一その能力を保持する。 ニューポートニューズ造船所がすべてを担当している。ありがとうございます。